出しちゃった。そう、なんだったんだろう。熱中症ではないよ。熱中症ってさ、違くない？最初、頭じゃなくて目が痛くてさ、よいしょ、目が痛いっていうか、なんか目がぼやーってしてて、チカチカっていうかしてて、それでなんかそっから頭も痛くなってったから、大丈夫だよ。今はね、薬飲んで1時間半ぐらい寝たんですよね。そう、それで気圧のせいかな、何なんだろう。目がさ、目、もうそしたらな、ここの目の右目の奥から痛くなってってさ、そう、何だったんだろう。え、発生した？マジ？あの2つのあれ、なんかあったよね。あ、すごい、スイカがいっぱい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日はなんと初めてこれを食べたいと思います。でもこれ3分経たないと食べれないんだよね。お酒の飲みすぎで頭痛い？それはもう水分不足じゃない？ななこさんと同じ、違うんです。なんか話の流れがあって、ちょっと稽古してて、ちょっと待ってね、スイングになってるこれ。そう、なんか稽古してて、そう、なんかこれちかなちゃんのファン見て嫉妬しないかね、大丈夫かねってなって、そう、大丈夫ですよ、私にはガチ恋がいませんからって言ったの。そしたらななこさんが、え、ちかなにはいるよって、え、でも本当にいないですよ、いやいやいや本当に、そうかな、ちかなにはいると思うけどなみたいな感じをして、で私はいないよみたいな感じでななこさんが言って、じゃあ私もななこさん同じぐらいないですってっていう流れだったんですよ。そうそう、だから決してそのなんだろう、ディスろうと思ってディスったわけじゃなくて、じゃあ私もななこさんと同じぐらいいないですよって言おうとしたらなんか笑い出して、みんなが、え、私なんか変なこと言ったっけって思ったら、
なんかディスってたらしくて、私全然気づかなくて本当に私気づかなくて、ちょっとだって、あ、そういうことか、あ、私が何気にディスってたからか、あ、なるほどってそうそう、日本語難しいです本当にでもね、みんなが嫉妬するように私が頑張りますけどね、うん、絶対嫉妬しないと思う、わかんない、今回まあ前回とね、ちょっとどうなってるかですけどね、前回とどう変わってるかなんですけど、天然って怖いね、天然とバカはもうね、ほぼ一緒ですよ、紙一重、天然とバカとか天才は紙一重だから黙って二公演目がいなかったらすみません、ダメだよ、いてください、はい、もう3分経ったよね、うん、嫉妬させるぐらい頑張るよ、ちょっとでもあの全部の公演が終わってっからいろいろ話すね、もうめっちゃ面白かった、面白いよ稽古、楽しいうん、うまい、ワンタン美味しい、ボツになった NJT のねあれ本当に面白かった違う、なんかそうね、あの某役者さんが踊るから笑ってねって言われたんですよ、え、じゃあ私笑わないように我慢しますねって笑わないようにあのちょっと真顔で耐えますね、真顔でいますみたいなって言ったんですよ、そう、いやそこは笑ってよみたいな感じで言ってて、で実際にその某役者さんが踊ったっていうかやったんですよ、披露したんですよ、披露っていうかもうやったんですよ、そしたらあまりにもあの面白すぎちゃって、私と奈々子さんの笑い声しか聞こえないの面白くて笑ってたら、なんかあのなんで面白かったかっていうと、もうあまりに全力にやりすぎてるっていうのと、あまりにもなんかシーンってなったんですよシーンってなった時に面白すぎちゃって、私と奈々子さんしか笑ってなかった本当にね面白かった普通に演技始めたから、その人はそう、それもなんか面白くて、稽古動画送られてきて、その部分だけ奈々子さんに切り取って送ってくれたんですけど、あ、面白かったですね、あれはもう爆笑です本当に。でなんかなんか一通り終わって、ここをもうちょっとこうしようっていう風になった時に一発目にライダーさん、あれはどうしますかみたいな、ね、あれはちょっとやめときますねっていう風にその役者さんが言った時に、そうですね、やめときましょうって即却下されましたハ面白かったよマジで。
うまこんばんは。すごいなんか馬が来た馬おいしい。おいしい、これ初めて食べたけどおいしい。マジで もぐもぐかわいい。なんかさっきからさ、カイリがおかしいんだよね。カイリ、欲しいもんあるって聞いたの。そのタンプレでね、欲しいもんあるって言ったら、力を妄想できるもの。怖くない？え、カイリ怖いんだけど、どういうこと？どういうこと？そんないつからカイリ私のガチ恋になった？いつから私のガチ恋になったの？あ、昨日からおかしい？ああ、おかしいのはいつも通りじゃない？思ったけど。なんかすごい分かりやすいのは、オコエは自分からこうネジを外して捨ててるんですよ。だけどカエリはもう自然とポンポンポンってネジが飛んでるってこと。それがすごい分かりやすい例えだった。わかりやすいでしょ。でもカエリは、でも本当はるかってすごいよねって言うけど、いや私からしたらもう十分十分カエリもすごいとは思うよ。だって好きな食べ物醤油かけご飯ですっていうアイドルいないよ絶対。私はもう、私の中ではもうあれはパワーワードすぎて一生言い続けると思う。おもろいよね。全然カエリに合ってない。てか公演全然やってない。27が最後ですね。で公演は18だから何日ぶり？20日ぶりになるのか。そんな経ってない？
ワンタンの汁かけご飯。何それ、このスープにご飯ってこと？遊びに来たよ、ありがとう。昨日のカウントダウン配信だったの、昨日カウントダウン配信だったのに日付変わる瞬間ループしてた。マジ？本当ね。やばい、はるか村公園か、覚えてるかな。名古屋生誕の当落出た、ほんと出ました。ハートはなめこし、今日その舞台のメイクさんが来てたんですよ。それでメイクしたらメイクの話になって、なんかちかなちゃんいいもん使ってるねって言われたんですけど、そうなんか嬉しかった。いいもんっていうか、その多分センスがあるみたいな。言われたんですけど。そう、はいはい。食べたまーちゃんのワンタンか。あ、そうです、そうです。そうです。そう、嬉しかった。でね、なんかそのメイクさんと話が盛り上がっちゃって、なんか肌の悩みとか言ったんですよ。なんかここのね、開きケアのが気になるんですよねって言ったら、あの泡パックいいよとかいろいろ教えてもらった。ちょっと買って試したいなって思った。なめくじハートはいい歌？本当、本当ですか？あー、はるか村の劇団はともかくってことですね。台本来てないんですけど、LINE しよう。アットマーク大声はい、もはやお決まり。わかる。え、だってさ、今さ5日でしょ。まあまだ日にちはあるとして、日にちはあるとしてだよ、心配だよ。私は自分の生誕祭にどんな台本を書いてくるが楽しみ。え、てかあと1週間であれです、長野公演なんだけど。すごいすごいすごいとスイカが、ま、混ざった。スイカありがとうございます。
生誕の日ぐらい真面目にやるかいつも真面目じゃないみたい。優しいちかなさんが見られるかどういうことどういうこと。お疲れ様です。あのポジション大事じゃん。いつも通りでいい。いつもより派手にいくじゃん なんかさ、私がやってる公演ってさ、穏やかな公演じゃないのよね全部全部ドラさんとピメナスはもう体力使うじゃないですか。そうでさはるか村はメンタルやられる公演だから穏やかなんのがない穏やかは穏やかでつまんないよね。お、LINE が来ましたよ。違いました。ピメナスの時のゼクシーはさすがに吹いた。本当？私だって言ったもん姫に、ゼクシー持っていきますねって。今度婚姻届持っていきますからって言った通りにしただけですはい、なんかさ最近さ、なんかもうだんだん秋物の服がさ増えてきててさ、もうそんなんなのって思っちゃう。だからなんかロングスカートとかが多いから、なんかミニ丈履きたいなってふと思うけど、ミニ丈って足の露出がさすごい出るのよ。だから足長コーデがしたくて。でも足長コーデってどうすればいいんだろうって思う。なんかさ冬とかだとロングブーツ履けばさ、なんか足の露出は抑えられるし足が長く見えるんだけど、夏って難しいよね。すごい思う。いかがいかが。じゃ足が見たいとかそういうのはいらないですけど、ニーハイはもう私服でニーハイはもう多分あんま見ないよ。前っていうかすっごい流行ってたけどね。あー締めのやつなんかさ可愛いなって思う形がさ、例えばこうショートパンツなんだけど、なんか周りにこう布がかぶさってるみたいな、わかる？ロングスカートみたいに、でもなんかこう間から足っていうか切れ目が入っててみたいな、あなんかいいよ、なんか
うまく伝わらないみゆみゆの横に並ばない、それが一番それが一番、私大体みゆみゆの隣だから私大体みゆみゆの隣なんよ。そう、それがね、私毎回毎回隣だから、なんか普通にショックそう、私さ平均的なさ身長じゃない？だけどさ NCT 身長さ高めじゃない？そう、そんなに小さくはないんですよ。だって普通にシールじゃない、ヒール履けば160全然いくし、そう、周りがさ高いんだよな。そうそう、新潟県民が平均身長高め、なるほど。そう、でもこれで小さいって言われるとちょっとなんかイラってする小さくねえしって思っちゃう。いや、すぐ顔に出しちゃうからさ。あ、聞いて。なんかそう、ななこさんのなんか私にはガチ恋いけませんみたいな流れから、なんか私緊張しちゃっていつもこうガチガチなんですけどっていう話になって、普段はもっとなんかいろいろ言っちゃうんですよっていう話になって、そうそうそうなの。だからあの少しずつ素を出せてきてます。そう、そう、うん、すっぱ、うん、素でいられる方がめっちゃ楽。もう分かんない、分かんないっていうか、もうなんか今日の稽古をして、今日稽古してすごい思ったんだけど、私ガチ恋いないけど、焼いちゃうかもよみんなみんながどう、私のことをどう思ってたかにもよるんだけど、いるかな、自分ガチ恋だよっていう人、ちょっとはーいって言ってみて公開初期ガチ恋いるの？ガチ恋感なくない？え、それは私が原因で出せてないってことかな。俺いないじゃないかいないじゃないか
いないよ。みんな入って言っておこうってコメントしたんだろう。見てるからちゃんと。これがいけないんだよねきっとね、ごめんね。私がいいってやってればいいんですよね。私がなんかもう、もう飴とムチというよりかもうムチしか持たないからいけないんだろうな。だから出せないんだよねきっとね。はい、ガチ恋だったら引かれそうだし、引くっていう感じじゃない。だからド M が集まるのが分かる、分かる。なんかさ、ガチ恋の人ってさ、なんか俺の言うこと聞いてよみたいな、俺の話聞いてみたいな感じの人が多いじゃないですか、私のイメージね。でもいないんだよね。違う、多分私が原因なんだよ本当に。私がさ、だってさ、あのねえあのなんか変なコメントに対してこう噛みついちゃう性格じゃん。でもなんかね、最初ふるさと大使、三代田町のふるさと大使を務めるってなった時に、ちょっと今町長さんがいらっしゃるからぶっちゃけるんだけど、なんか言葉遣いとか綺麗にしてくださいとか言われてたんですよ、そのスタッフさんにね。なんか安藤さんはちょっとこうね、噛みついちゃう感じもあるからみたいな。そう、うん、そうだけど、なんか私の勝手なイメージなんですけど、これもなんか町長さんが受け入れてくださった感じがするんですけど、どうなんでしょうか。諏訪さんに焼く人はいそうだよね。いる？大丈夫、みんな諏訪さん大好きだから。意味が分かんないんだよねきっとね、これがね。どうしても見え見えに寄り道しちゃう人たち、そうマジで多い、ここマジで。なんなん。なんなん、私で十分でしょ、なんでどっか行くの。はい、100% 受け入れてます、ありがとうございます。ありがとうございます。え、好きじゃないの、みんな。だって諏訪さんの話するじゃん、普通にコメントしてるじゃん今日。なんか諏訪さんとどう、なんか諏訪さんどうのこうのみたいな。町長の心理をも支配する大使は大物だ。はい、ネタにしやすい、なるほど。え、じゃあ嫌いなの。今日諏訪さん来ないのかな、来てほしいの。諏訪さんはりょうはさんだったんだかな。諏訪さん人気に嫉妬です。え、わかる。なんかさ、諏訪さんの話するとさコメント欄早くない、普段さ遅いのに。なんか私てっきりみんな諏訪さんのこと好きだと思ってた、違うの。でもあれだよ、ダメだよ、嫌っちゃダメだよ。
でも好きか嫌いかって言ったら好きでしょ。ミヨタ生まれってことにしとくか。面白い。どう転んでも嫌いにはない。うん、そうだよね。よかった。よかったよかった。なんかこの時間に配信したの久しぶり？てかメイクしてるよ私。見て。メイクしてる私久々じゃない？こんばんは。ちかなちゃんもちょうちょもポロッと一言多い時あるからね。それ今のお前だから。ああ。なんなん。ね、久々だね。久しぶりに、ちゃ平日の19時は久々。そうだよね、スルーしてごめん、噛みついちゃった。通報しちゃって。分かった、通報するね。バイ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 。マジでお前だからな、ほんと。おっさんなんで22時に眠くなって寝てまうんで、この時間は助かります。よかったよかった。何の話してたんですか。何の話だっけ。何の話だっけ。なんかの話の流れで、なんか諏訪さんの話になったんですよ。そう、ガチ恋だっけ、あれなんだっけ。そう、ちゃんと髪の毛の話ってことにしとこう。それはおもろいわ。こんばんは。ようこは嫉妬しちゃうの流れから諏訪さんに。ああ、そうだそうだ、なんかそんな感じです、そんな感じです。面白いね、ガチ恋からの嫉妬からの諏訪さん、なんなん。共通点がないのよ。そう、なんか諏訪さんの話するとコメント欄をなめっちゃ多くてさみたいな、コメントめっちゃ流れてさみたいな、みんな諏訪さんのこと好きでしょって言ったら、好きではないって言うから、えじゃあ好きか嫌いかって言うと好きでしょって言ったら、好きが嫌いかって言うと好きだよっていうコメントがありました。それでした。そう、それですそれです。
きいな話の流れ。結果みんな諏訪さんが好き。うん、そう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 、それだ。まずは7方法から。なんだこの星、星読めません。ちょっと間に点入れてください。多分あれ NG ワード、なんとかじゃなきゃ許す。なんだろう、悪口かな。悪口じゃなきゃ許す。悪口言わないよ。悪口は言わない。さっきなんか変なコメントで噛みついたけどさっきは変なコメントに噛みついたけど マジで陽子の歌歌っちゃいそうになるから本当やばいうん、いやねえ家族の話見に来てほしいな。私は何も言えごめんなさい本当。しかも町長さんいらっしゃる前でさ、はあ、みたいなちょっとごめんなさい、ごめんなさい。やばいよね、こういうのとかさ。なんかさ、お口がちょっと悪いところとかさ直さないといけないなとか思うんだけど、ちょっとちょっとじゃない、キュルルン、ちょっとだよねひんも今日もお口が達者でございますなんか春香村みたいなこと言っちゃった、気持ち悪いファンに燃やすぞとか、燃やすぞなんて言ったことないよ。え、ないよ。いいところも悪いところも捉え方次第なので、ありがとう、ありがとうございます。え、待って、あれってもう受付終わっちゃった？握手会、握手会じゃないあれ出てこない、オンライン。燃えはします。なるほど、おしゃべり会、あ、終わった、終わっちゃったか。でもあの応募してくださった方ありがとうございます。え、そう、なんか今ね新しいグッズが発売されてて、なんかキーホルダーとあとポーチと生写真かなが発売されてるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ん、
20時から決済タイムだって。決済けだって。みんな忘れずにね、なそ払いはお忘れなく。ストラップ、ペンライトのストラップ、なるほど。おしゃべり会とったらよろしくお願いします。こちらこそ。すごいスイカがいっぱい。スイカそう、ツイッターにオフショットを公開しました。ツイッターにオフショット公開しました。なんか面白い状態になってんな。こんばんは。せっかく撮ったのに決済忘れてなかった。そうそうで、しかも完売の分も出たからさ。そうだから、ぜひあのなそ払いの方までがもうお申し込みと思っていただけたら嬉しいです。なん、なそ払いまでが遠足ですね。そうです、はい。そういえば、ま、そういえば、そういえばまだ48タイムズ、あ、確かに5日でしたよね。ね、忘れてた。君はスイカベイビー、思い出したんだだっけ。君はスイカベイビー、僕はカブトムシ。ボムアンケートは明日まで。そうです、明日がなんか当日なんちゃらってやつだと思う。合ってます、なんだっけ、当日消印有効。なので、じゃあそのツイートもするね。いっ、明日の昼までにポストに投函すればどうなんだろうね。消印ってこのハンコってことだもんね。そう、明日までに郵便局が判子してくれれば大丈夫だと思います。はい、ツイート、確かにポストの回収時間にもよるかも。だからポストに多分書いてあるから、回収時間って、一つ報告させてください。あ、告知させてください。ここ数日中に超有名メディアに宮田のことが出ましたって。えっ、オンラインメディアです。ツイッターとかでお知らせしますので、ぜひお読みくださいだって。わかりました、私も拡散します。何、めっちゃ楽しみ。ミュータンクエストのこと、ここが書いてくれるとは、なんだろう、鼻血かな、鼻血が出そうになった。
ね、楽しみだね、めっちゃ楽しみ。大使のお仕事拡散頑張るよ。大使は頑張ってくれてるから。いやでも私は別に頑張ってるわけじゃないんですよ。なんかもうなんだろう、ふるさと納税の仕組みとか全然大使をね勤めるまで、なんかふるさと納税っていう言葉は聞いたことあったけど知らなくて、でも少しその勤めさせていただいてから少し分かるというか、でも私詳しくは分からないんですけど、うん、そう。でもなんかこうふるさと納税でみよたのこともね、知っていただくというか、そのきっかけになってすごいなんか嬉しいなと思いますし、私のファンの方も実際にしてくださった方もいらっしゃるから、別に私だからっていうわけではないんですけど、うん、今度マニュアルははい。でもなんか安藤家もそのふるさと納税使ってみようかって話になってるので、そう、おかげさまで冷蔵庫にビールが溢れておりますだって。見終わったね。そうだから、うん、どういう税金が流出するので勘弁してほしい。なるほどなるほど。なんかそう、なんだっけな、なんか話そうと思ったんだよ、あ忘れちゃった。あ忘れちゃった、何話そうとしたんだっけ。私みんなで聞いても分かんないよ。あーなんだっけ、思い出せん。あ、そう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 、ぜひその長野公園、うん、家族の話っていう舞台が今、その今というか今稽古中なんですけど、8月の14、15とやってやるんですよ。長野北斗文化ホール県民文化会館で行われるんですけれども、まだチケットは受付しています。で、ぜひその舞台見に行くよっていうついででもいいので、ぜひ御代田町にもね来てくださったら嬉しいなと思ってます。はい、ぜひぜひ。絶対そのルートが一番いいとは思うの。身を頼って舞台見に行くっていうルート、そこからほら城山動物園っていうルートもありだし、はい、うん、ふるさと納税のチラシ配りに行けたらいいなって思う。ください。はい、そう、名刺入れ、名刺入れね、今ね一つあるんですけど、これです。これなんか
青と黄色なんですけど、私が持っているのはなんかその名刺入れ作るってなった時に、青でもいろんな生地があって、そこから私がね選んで作っていただいたんですけど、そう、青の生地はすごいなんかツルツルしてる、ツルツルというか、なんだろう、説明がうまくできないんですけど、でも黄色の方は少しザラザラ感があるんですけど、そう、青はお気に入りで持ち運び用として使っています。はい、黄色はいただいた名刺っていうか、そのいただいた名刺っていうか、このね、私の名刺のを保管してるんですけど、もうなんとあとこれぐらいなんです、残りの名刺が。そう、もっとあったんですよ、もうこれぐらいあった気がするんだよね。それがもうこんなんです、もうなんか、はい、ぜひとも。はい、そう、私が髪の毛切っちゃってさそう、でもこれでも長いね、私だって今もうこんなんだもんはい、あ、ちょっともう時間があれなので、壇上読みます。はい、13位にゃおさん、13位にゃおさん、12位、ゆうさん、合ってるよね、12位ゆうさん、11位くすんだ猫さん、11位くすんだ猫さん、10位なりさん、10位なりさん、9位パンダのてよさん、9位パンダのてよさん、8位グッピーさん、8位グッピーさん、7位まるまるさん、7位まるまるさん、6位 N さん、6位 N さん、5位ハブトゥーセーブさん、5位ハブトゥーセーブさん、4位 D 山さん、4位 D 山さん、3位マイクさん、3位マイクさん、2位りょうさん、2位りょうさん、1位カブさん、1位カブさん、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ終わりますこちらこそありがとうございました。ぜひぜひ、たまに漢字見るとさ、あれこれ合ってるってなっちゃう。はい、ではありがとうございました。また会いましょう、ルームバイバーイ、ありがとうございました。